赤帽クジラ科はクジラ目ハクジラモクに属するトガの一つ。赤帽クジラ科に属するのは比較的小型のクジラが多く、原生群は約20の種からなる。大型哺乳類としては最も不明な点が多い種類の一つである。一部の種はここ20年ほどの間に発見されたばかりであり、まだ発見されていない種も存在しているだろうと考えられている。 赤棒クジラ科は六属で構成され、それらは伝統的には三赤に分けられる。食事は不圧を利用した吸引方式で行う。これは歯で獲物を捕まえるのではなく、口腔内に海水ごと獲物を吸い込む採食方法である。白ジラ類は気道と食道が完全に分離しているため歯を利用した吸引は不可能であるが、その代わりジタを及び舌骨が発達しており、 これを利用するとされる。口を開けると同時に大きな舌を急速に引っ込めることで、口腔内の圧力を低下させ、海水と一緒に餌となる獲物を吸い込む方法である。比較的糞が長いためマッコウクジラなどよりは、吸引力は劣るが、マイルカカなどよりは強力であるという。赤ウクジラ科の喉には顕著な歯の字型の溝があるが、これは吸引の際に喉を膨らませ。 高校内の養杵拡大に貢献するとされる。赤帽クジラ科のクジラは体長3.6メートル約13メートルであり、体重は1トンから15トンである。識別は体長、体色、頭部の形状、興奮の長さなどの微妙な違いを用いて行い、野生下での種の同定はかなり困難である。また、族などでは、オスの下にのを持つも,のもおり、 種を特定する際の手がかりになる。世界中のほとんどの海域に生息しているが、浅瀬はあまり好まず、大陸方よりも深い海域を好む。海底の山脈、渓谷、斜面、あるいはアゾレス諸島、カナリア諸島などの太陽上の島々の近くなどを特に好む。分かっている限りにおいては、海底あるいは海底近くで餌を捕獲する。主にイカ、魚類、 甲殻類などを食べる。非常に優れた潜水能力を有し、20分から30分程度の潜水を行うことが多い。80分もの長い潜水の記録もあり、潜る深さもほぼ間違いなく1000メートルを超えているものと考えられている。家族による小規模の群をなして行動することが多い。赤棒クジラ科は海洋性であることと長時間の潜水を行うことから、 観察することが困難であり、多くの種について不明な点が多い。一部には、正式な記録も名前もまだなかったり、死骸は確認されているものの、生態の観察例はない、といった種もある。約20種のうち、3種、ないし4種は、かつては捕鯨の対象であったため、比較的よく知られている。本校の人間との関わりを参照されたい。赤帽クジラ科のクジラは、 海洋性であるため、捕鯨の対象であった一部の種を除き、人間との関わりは少ない。土クジラベアーハーディウスベアーディと赤棒クジラジフィアスカブロストリスは、主に日本によって捕鯨の対象とされ、土クジラの捕鯨は、捕獲頭数の上限を自主的に設定した上で、現在でも行われている。 北とっくりクジラハイパーダンアンピューレイトスは19世紀末から20世紀初頭にかけて北、大西洋の北部海域において多数が捕獲された。近年、座礁して死亡した個体の調査から新たな問題が発生していることが分かってきた。一つは死亡中に含まれる有毒な化学物質の濃度の増加傾向である。猛筋類の鳥類と同じく赤棒クジラ科のクジラたちは 食物連鎖の頂点にいるため、このような化学物質の蓄積が懸念される。二つ目の問題は、ビニール袋などのプラスチック製品を飲み込んでいる例が多く見られることである。これらは消化されずに消化器中に止まるため、致命的なこともある。また、20世紀末からタラの漁獲量が減少したことによって、遠洋における底引き網量が盛んになったため、 底引きもによる根核による被害が増加しているという問題もある。餌となる魚類などの減少を懸念する指摘もある。南土クジラベアーハーディウスワーナキシー、土クジラベアーハーディウスベアーリー、北トックリクジラハイパーダンアンピューレイトス及び、南トックリクジラハイパーダンプラニフロンスの4種については IUCN のレッドリストでは低リスクに分類されている。その他の種については、 情報が不足しているため、分類されていない。赤帽クジラ科の最も古い化石としては、中期中心よのアーキアザフィンズが知られている。全身よ末期中心よ前期からも赤帽クジラ科と、推定される化石が出土しているが、異論もありこのトガに属するかは定かでない。ハクジラの中では、マッコウクジラ科などと共に初期に分化したグループの、一つである。かつては、両者は禁煙で、 赤棒クジラ科は、マッコウクジラ浄化に含められたこともあったが、現在では、両者はそれほど禁煙ではないとされる。白ジラ類の原生群内の分岐時期としては、マッコウクジラ科が、最も早く、ついで分岐したのが、赤棒クジラ科であるとされる。J.E., ヘイニング &J.G. ミード、サクションフィーディング・イン・ビークト・ホエールズ、モンァロジェクルエクスペリメンタル・エビデンス。 コントリビューションスインサイエンスナンバー464 P12 ありがとうございます。